はい、皆さんこんにちは。秦野美和です。今日ですね、ヒップそして内もものシェイプアップエクササイズ3選ご紹介したいと思います。道具いらずの自体重エクササイズですので、皆さんね、ぜひご自宅でもやってほしいなと思います。では早速いきましょう。今日はまずは横向きです。横向きに寝まして、頭はつかないように頭を上げます。この状態から下の足を床から浮かした状態、上の足は床と水平の状態を作ります。この状態から開始姿勢ですね。まず一つ目。ここから、まずは下の足動かさずに上の足を上げ下げ。これを10回行います。運動中は上のお尻の横ですね。横と下の内もも。この2つを意識しながら、上の足だけ床と水平から上げる。床と水平に戻るという動作を10回繰り返していきます。下の足は床にこうつかないように上げたままですね。上げたままを行うことで下の内ももと上のね、ヒップのつながりを意識できます。これをまずは10回。では、2つ目。2つ目は、上の足を骨盤がこう回転しない、足だけ動かせる限界のところまであります。この状態から今度は下の足を、上の足を動かさないようにして下の足を上下に動かしていきます。両方ともつま先はね、フレックス。頭の方を向けた状態で、今度は下の足だけ動かしていきます。これも同じくお尻の方の横と内ももを意識しながら、これも10回頑張っていきます。お腹にしっかり力を入れて骨盤がこうずれないように、ね、気をつけてください。お腹に力を入れた状態で作っていきます。二つ目はね、このまま上の足上げた状態で下の足。で、三つ目は、足をくっつけます。くっつけたままで、上下。で、あんまり骨盤がこう動きすぎちゃうと脇腹の関与が大きくなってしまいます。ですので、骨盤はあんまり、ね、動きすぎないようにして、上下。このように動かすことで、お尻の横と、あと内ももをね、さらに感じることができます。もちろん、このように骨盤がひねったりとか、うつ伏せになってしまわない。真横を保ったままで、上下に動かしていきます。これも10回。ぜひ、ね、やってほしいと思います。連続で10回、10回、10回、立て続けに行うとかなりね、このお尻の横と内ももが消えてきますので、これを反対側も左右両側行ってほしいと思います。もう道具いらずのヒップアップエクササイズ、そして内もものシェイプアップエクササイズですので、ぜひチャレンジしてみてください。よかったらチャンネル登録お願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。